日本のみならず世界でも人気を博している大ヒット漫画進撃の巨人。漫画の累計発行部数はなんと1億部を突破し、ハリウッドでの実写映画化もしている。アニメも4期目が放送され、進撃の巨人の人気はまだまだ続きそうだ。そんな人気漫画の進撃の巨人には元ネタがあることをご存知でしょうか。ソニーとビーンという名前から進撃の巨人を読んだことのある方であれば二人の巨人を思い浮かべるでしょう。今回は進撃の巨人の元ネタとなったソニービン一家にまつわる話をご紹介します。ワンゼニクロです。シロです。お願いします。お願いします。今回は、進撃の巨人の元ネタになっているソニービン一家についてご紹介していきます。ソニービン一家、はい、うん。進撃の巨人は見てました？もうざっくりとだね。ちょっとエグいからね。あ、結構エグいですね。うん、僕あれ大好きで、当初から漫画もアニメも結構チェックしたんですよね。でもあのエグい話の元ネタとなっている一家とはね、どんな一家なのかをこれから見ていきましょう。進撃の巨人のモデル、ソニー・ビーン一家。ソニー・ビーンが実在していたのは、15世紀初頭のスコットランドにあるギャロウェイ地方。なぜこの人物が進撃の巨人のモデルになったのかは、とある事件が大きく関係しています。当時この地域では20年以上もの間、旅人が忽然と姿を消してしまう事件が相次いでいました。初めのうちは野生動物に襲われたのかとも考えられていましたが、その割には死体が発見されることもなく、文字通りそっくりそのまま消えてしまうのです。そんなある日、祭りから帰る途中の夫婦が馬に乗って走っていると、いきなり得体の知れない集団に囲まれて妻が殺されてしまいました。しかも殺しただけでなく、その集団はその場で妻を食べたのです。刀や銃を持っていた夫の方はなんとかその場から逃げ出し、役所に人食い族に襲われた、妻が殺されて食べられてしまったと涙ながらに訴えました。このおぞましい出来事を知ったスコットランド国王のジェームス1世は即座に400人もの兵士を集めて現場に向かわせ、人食い族を捕らえることに成功しました。捕らえられた人食い族は48人もの大家族で、近親相姦を繰り返してこのような集団になっていたようです。彼らこそが進撃の巨人のモデルとなったソニービン一家であります。いや、それにしても、20年以上もの間姿を長いよね。突然と何人も消してるわけですよね、うん、そんな経つ前からなんか調査とか入んなかったのかなっていう。おー、なんかその当時の時代背景とかもあるんでしょうけど、でも僕だったらどっちかっていうと心霊現象とか神隠しの方を疑っちゃいますけどね。不思議系のね、そっちだな。だけどさ、うん、金品をさ奪うだけならいいよ、うん、だけどその肉を食べるっていうさ、発想はちょっとその背景がちょっと分かんないんだよね。金品奪うのもダメだけど、襲われて、そこからさ食べられるまでは想像つかないですよ、でもそのソニービン一家、もっと実際にどういう一家なのかっていうのを詳細深掘っていきますね。興味深いね。はい、それではどうぞ。ソニービン一族の生活。14世紀後半にイーストロージアに生まれたとされているソニービンは、とにかく働くことが大嫌いだったそうです。そんな時に知り合ったのがアグネス・ダグラスという一人の女性。アグネス・ダグラスは人間を生贄に捧げている魔女だという噂が流れ、二人は南スコットランドへと移動していきました。仕事もなく行く当てもない二人は、目についた旅人を襲撃して金目のものを奪っていたが、近くの村で売っていては足がついてしまうので、どうすることもできず空腹状態が続いていました。そんな時、もともと魔女の儀式と称して人肉を食べていたアグネス・ダグラスはソニー・ビーンをそそのかしてカニマリズムの世界へと引き込んでしまいます。やがて二人は洞窟に住み着くようになり、近くを通る旅人を見つけては殺害し、洞窟で人肉を貪る生活を繰り返していました。また暇さえあれば性交を行い、8人の息子と6人の娘を洞窟の中で育てています。さらにその子供たちにも性交を促し、近親相姦を繰り返すことで18人の孫息子と14人の孫娘が誕生し、合計で48人の大家族が出来上がりました。大家族となったソニービン一家は、人肉が腐らずに長持ちするような加工技術まで習得し、旅人が通っては一族で連携して殺害し、カニマリズムを続けていたのです。
ソニービン一家えげつないですね。まあ、今回このソニービンがアグネス・ダグラスっていう魔女と噂された女性と出会ったことが、うん、この事件の始まりだったんでしょうね、そこから。うん、俺の中ではさ、2つポイントあると思うんだよね。お、何ですか？まず近親相関、その大家族なのに全部根血ってことでしょ。確かに。それとその人の肉を保存する方法を作ったっていうの、うんうん、だからもうめちゃくちゃ、いつの時代かぐらいのめちゃくちゃ野生的なというか、うんうんうん、ある意味その一族は一族でそういう生活のスタイルが作られてたんでしょうね。うんうん、じゃあそんなソニービン一家ですが、どのような結末を迎えるのか見ていきましょう。それではどうぞ。ソニービン一族の最後。彼らは1500人以上もの人間を殺害して食べていたことが発覚し、裁判が行われることもなく即公開処刑の運びとなりました。男たちは少しずつ手足を切断されていくという処刑方法によって、女性はその光景を見せつけられた後に火炙りの刑とされています。しかしソニービン一家が起こした一連の事件はあまりにも残忍すぎることから、公的な文書に残されることはありませんでした。当時のスコットランド王朝が後世に残すべきではないとして、この一連の事件とソニービン一家をなかったことにして封印してしまったのです。長い間ソニービン一家の記録は封印されてきましたが、王が残していた記録が流出してしまったことにより、他国にも知れ渡る事態へと陥ってしまいました。このソニービン一家は本当はいなかった、ただの伝説であるとの声もありますが、進撃の巨人が人を喰らう巨人のモデルとして、このソニービン一家からヒントを得たのは間違いないでしょう。いや、ソニービン一家処刑されちゃったんですね。ちょっとでもさ、処刑のやり方って俺むごいなと思うんだよね。ああ、まあでも1500人以上もう殺害してるわけですからね。まあ当時としてはそういうやり方しかなかったのかもしれないけど、うん、ちょっとね、俺むごいと思う、やり方としては。うん、まあでもソニービン一家もその当時はもう食べること、生活することで必死だったんでしょうね。うん、確かにね。うん、家族も多いし。うん、でも何より進撃の巨人ファンの僕としては、進撃の巨人の元ネタとなっているのがこのソニービン一家だったんだっていうのが一番の驚きでしたね。以上が進撃の巨人の元ネタとなったソニービン一家でした。それではまた次回の動画で、さようなら。